こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。もうすぐさ、僕の家の道がね、これ完成しそうなんだけど、どうやったらあの株の値段がさ500とか600ベリーになるんですか。うちはいつもチョッパーの懸賞金にしかなんないんだけど。今回なんですけれども、今現在日本人でメンズフィジークの IFBB プロって言ったら、竹本さん、田口さん、小池さん、岩佐さんと4名いるじゃないですか。4人だよね。まあもう世界中誰でもプロになれるし、プロがさこれからも増えてくるから、バン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 プロになった、すげーって、プロになっただけで注目は浴びるんですよ。 IFBB プロになったらそれもすごいんですよ。プロフェッショナルだからね。メンズフィジークが日本では特に人気だけど、そんなフィジークで次の5人目のプロはじゃあ誰がなるんだろうか。個人的にこの人がなるんじゃないか、将来オリンピアのステージに立つんじゃないか、トップ5に入るんじゃないか、土屋勇貴さんを紹介したいと思います。現在24歳の土屋さんは日本のコンテスト界隈では有名だと思います。2年前2018年5月に行われた NPCJ のブレイズオープン、ここで史上初の3冠を取って一躍有名人になりました。いっぱい優勝してトロフィーいっぱい持ってんのもすごいですが、僕もねわんぱく相撲で区大会優勝してますから、そこは一緒なんですよね。そこじゃなくて、何がすごいって、当時22歳にしてこの圧倒的なバルクと細いウエスト、ポージング練習は特にしていなかったと言っていた記憶がありますが、ただ立っているだけでも目立つであろう肩の丸みや張り出し、腕の太さ、コンテストに出ていないからすごい筋肉の持ち主ではないということは全くないけど、20代前半でまだこんな化け物クラスのフィジーク選手がいたのかと。日本ではおなじみベイアンさんを確か倒してでのこれ優勝でしたよね。ちなみに去年大会出た時にベイアンさんをロビーとかで見かけたんですけど、意味わかんないデカさをしていて唖然としました。初めて巨人を見た時のエレンみたいになりました。土屋さんは最近18歳から24歳、6年間の変化を投稿していましたが、6年前からすでに僕よりマッチョなのは置いといて、肩と腕の成長にすごいものがあるなっていう印象です。ただ個人的に肩と腕がめちゃくちゃすごいから、フロントで見た時に胸のボリュームが少し見劣りしちゃうのかなっていうふうにも思うんですが、サイドチェストしているのを見ると胸もしっかり巨乳おっぱいしてるし、パワーもすごいものがあって、ベンチプレスは180キロ、僕は110キロも上がるか分かったもんじゃないけど、プリチャーカールは 72.5キロ、怪我しないかだけ心配になっちゃうくらいの重さを上げている。お吹きでもある程度腹筋が割れた状態を保っていますし、どっかのハトクマとかいうのとは大違いですよね。これを見ていて思うのは、やっぱりでかくするには重量もしっかり扱えてなきゃダメってこと。軽い重さで効かせるとか、そういうのはビクター・マルチネスくらいの年齢とかになったらでの話で、若いうちはバンバカバンバカパンパカパンツでやらなきゃダメなんですよ。そしてやっぱりこんだけでかいから、そうだった大ぐらい。プロテインバーが大好きで、よくアイハーブの告知をしている土屋さん、概要欄に土屋さんのアイハーブコードを勝手に貼っておくんで、興味ある方は使ってください。割引になるので得しかしません。一食でこれぐらい食べちゃうんだって。何回か投稿で食事をあげてるんですけど、その量は海外のビルダーを見てるかのような、毎回食パンとソフトクリーム食べてるんですよね。でこれ本当にうまいんですよ。僕もたまにやるんですけど、実は裏では胸肉生活なのか、運動量とか代謝がただえげつないのか、秘訣をぜひ教えてほしい。腕や肩はもうすごいレベルにあると思う。本当に20代前半でこれは羨ましすぎるんですが、太さは45センチくらいだそうで、デブの45センチではないから、まあもっと太く見えるんでしょう。背中もすごい広いんで、広背筋全体の厚みをつけていくと三角筋後部の発達もすごいんで、より迫力が出るだろうし、大胸筋下部というか下乳はいい感じに、なんかほんといい感じなんで、大胸筋上部をもっとモリモリさせるとジェレミー・ポトビンタイプの選手になるんではないかなと密かに楽しみにしています。昨年はコンディション調整に苦労したみたいですが、今年はおそらく日本のアマチュアオリンピアが開催されれば出るのかなって思うんで、これから日本のプロとして活躍するかもしれない、いやするであろう土屋勇貴さんを応援していきたいと思います。ということで、今回は日本人メンズフィジーク選手として IFBB プロを目指す土屋選手の紹介をさせていただきました。今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。ではバイバイ。